今回は8月3日の頂上対決でアンコモンワクチンの強さを引き出してやれんかったから、本来はもっと強いカードなんやでとお見せしたい回になるよ。それでも三国志大戦が4になってから初めて頂上対決に乗ることができて嬉しかったから、次はこのカードを使いたいと思えるような試合で乗れるのを目指して頑張るよ。誰だ、怪物と呼んだのは。突き進め。我が命には届かぬ。働きで戦線を立て直す。毒を踏み越え、己の生を勝ち取り。我が命には届かぬ。突き進め。少し潜むだけだ。休憩しよっか。援護。お呼びじゃないの。働きで戦線を立て直す。援護。援護。ここで捕まるわけにはいかない。山賊流の戦術だ。あらっとけいぞ。フォーム解放。
ぞえ。少し潜むだけだ。我が命には届かぬ。必ず戻るぞ。援護。これはお相手さんがお見事な判断。刻印持ちの君子を待っとったら五文書きで勝ち、各盤面になっとったはず。休憩しよっか。こんな感じで守りに入ったと気に強いのがアンコモンワクチンの本来の長所。この世界を変えてくれる人はいないの。我ら光栄の働きで前線を立て直す。どうか援護。お呼びじゃないの。今回もいつも通り接戦では最後まで抜かない意識。頂上の試合はそこを徹底できたのが最後の一発につながったと思うし、個人的には大事にしたい心がけ。アンコモンワクチンの強さをお見せできたはずの第1試合。毎試合こうやってカードを活躍させてあげたいと改めて思ったよ。さあ
この世との別れは済みましたか。天道、我ら光栄の働きで前線を立て直す。お呼びじゃないの。援護、援護、因果ですね。見せてやる、光り輝く清涼の魂を。こりゃまずい。嘆く暇などありませんよ。次の風を待つ。やあやあ、よろしく。心、罰を与え。あとはどうだい。ここで捕まるわけにはいかない。さあ、この世との別れは済みましたか。守らんと。どうだい。この世界変えてくれる人はいないの。我ら光栄の働きで前線を立て直す。次の風を待つ。因果ですね。お呼びじゃないの。オーム解放、発行。因果ですね。我ら光栄の働きで前線を立て直す。立て直す。秘宝を教えてやる。
風を待つ。敵が多いほど燃えるってもんだ。ご視聴ありがとうございました。